ラブスケットは、障害者の方専門に開業した、性風俗店になります。でも私は女性用欲しいなって思うんですよ。女性用ね。そもそも健常者の人の、はい、その枠の中でも、うん、女性用風俗って少なく、まあ、ほぼないくらいの勢いだったけど、うん、でも今秘密基地が出てきましたね。コロナの時に伸びて、うんうんうん、いいなって思うんですよ、うんうん、私も。でも、うん、やっぱなんか車椅子の人いいのかなって思っちゃうので。あ、でも結構私の X、ツイッターとかに女性用風俗店で働いてらっしゃるキャストの方が連絡くれたりします、うん、どういう意味でですか？なんかそういうところに疑問持ってて、って言って。あ、女性の障害がある人もそういうのやれたらいいなみたいな、そう、相談みたいな感じですか？やってみたいけど一キャストだからみたいな、ね、うん、結構ちょっとつなげてから多いんですよ、それが。え、つなげてほしい。あ、本当ですか？特にイケメンをそうですね、レズビアンの専門店とかもあるんですけど、うん、そこの方とかが連絡くれたりとか、うん、結構皆さん表には出してないし、で出してないけど、うん、あのそういうお客様来られたら、あの受けますかって聞いたら、うん、全然受けますっていう方がいらっしゃいます。つなげてほしい。あ、本当ですか？聞いてみたい。私を後でありがとうございます。でもどう思いますか、その、うん、一般的に性に対してもそうだし、うん、障害がある人に対しての性っていう部分で、うん、世の中グレーだし、その言っちゃいけないというか、うん、疑問に出しちゃいけないなっていう空気感とか、うん、触れちゃいけない感って旦那さん的にはどう思いますか？なんか今はちょっと声に出す方が、うん、いっぱいいらっしゃる、増えたのかなって思う反面、うん、でもこれって解決するのかなっていうところで、いろいろ私も結構、うん、福祉関係の方にアタックしたりとか、うん、はするんですけど、うん、もう全然あの跳ねられちゃうというか、お話も聞いてもらえないっていうのがほぼ多くって。なんかその跳ねられる時ってどういう理由付けされるんですか？なんか言われます？お話だけでも聞いてもらえませんかって言うと、うん、電車乗ってたらまず鼻で笑うから入る感じ。うちはそんなもうさらさら聞く気がないよっていう、なんかもう日常生活の、うん、あのサポートケアの方でいっぱいいっぱいなのに、うん、そんなところまで見てられないよっていう感じの方が多いですね、うん、でもお店に連絡くれるそれこそヘルパーさんだったり、うん、この間は作業療法士さんとかだったりが連絡くれたりするのが増えたのは、うん、皆さん考えてくれる方もちょっとは増えてくれたのかなっていう感じの実感はあります。まあ、やっぱその SNS で、うん、それこそ花さんとかが普通に発信してくれてるから、うん、見る機会がやっぱ増えたなって私も思うんですよ。まあ、私自身が障害を負って、うん、そういう視点になってるっていうのもありますけど、うん、でも、まあ、SNS が自分がフォローしてない人でも流れてくるシステムがたまにあるわけじゃないですか、うん、そうですね、フォローした、うんうん、なんかこうつながりで、うん、そうなった時にあこういうのあるんだとか、多分なんかそのヘルパーさん系の人とか、うん、作業療法士、まあまあ、若干こっちに関わりがある人たちもそういう仕事があるんだなっていうのを、うん、SNS で見るとなんか前よりは私腫れ物感はやっぱなくなったんじゃないかなって個人的には思うんですよね、うん、みんながなんかオープンにして考えてくれたらいいのになって思います。まあ、全然興味ない世代の子も多分増えてるのは確かなんですよ。今普通に健常者の人でも性に興味ないみたいな、その行為自体に興味ない、本当にだから添い寝してるだけでいいみたいなことが本当にたくさんいるらしくて、
装飾系、装飾系、添い寝フレンドみたいなのがいるらしいですよ。それはちょっと初耳。だから添い寝フレンドいるんですって。セックスフレンドじゃなくて添い寝フレンド。そう、だからそれだけでもう、うん、お互いが安心するみたいな、満たされる、満たされる、そんな行為しなくてもいいっていう若い子もやっぱいるから。ああ、そうなんですよ。そうなんですね。でも逆に、うん、女性が性に目覚めてるっていうか、うん、性をもの感覚をこうもっと出していった方がいいんじゃないっていうのも、うん、まあ、SNS のおかげもあったり、あと、うん、だからその言った秘密基地が爆売り上げ出してるのはそういうことなわけですよ、結局。うん、女性がやっぱり求めてた。うん、でもその秘密基地の利用者さんは、まあ、年齢層高い方もいらっしゃるけど、うん、若い人は、うん、やっぱその行為をしてみたいけど、その初めてまだしたことがないから触れてもらったこともないし、だから彼氏がいる人いない人、うん、そういつかそうなる時になんか慣れておきたいというか、経験してないっていうことが怖いし嫌だから、秘密基地で一旦、それはないけど、そういう行為をすることによって、その、うん、例えば行ったことがないから行く感覚を知りたいとかっていうのをやるんですって。だからそういう子たちは若い子に多いって言ってました。勇気のあるね。なんか私も障害がある女の子集めてレディーストークした時も、いろはさんっていうテンガの女性バージョンのグッズをいろはさんから来てもらって、うん、そこでプレゼントしてもらったんですよ。これ使ってみてください、ぜひって、うんうんうん、でしたら初めて使ったけどよかったっていう声もたくさんいただいたり、なんか、まあ、そもそも興味はあったけど、うん、そのショップ今デパートとかにあるところもあるんですけど、でも入りにくい、入りにくいですね。かといってネットで買って、うん、試したことのないものを買って、うん、失敗するのも嫌だし、うん、それが親から開けられても嫌だしみたいな感じの人とかもいてから、直接その場で手に触られて説明を受けて自分で持って帰れるみたいな。でも見た目はそれっぽくないから、うんうん、はい、仮に見つかったとしても、うん、安心みたいなものを、うん、の講座とか、講座というかそういうのいろいろなそういう時間を設けたんですよ、うん、でやっぱりだからそれだけ女性も困ってる人たちがいる、うん、そういう経験をしたいって思ってる人がいる、うん、私は中途障害だから、うん、そういう経験があるし、うん、そういう感覚もあるけど、でまあ生まれた時から障害がある人たちはどうなんだろうなとか、どうするんだろうなって思ってる女性じゃたくさんいるんですよ絶対、うん、じゃあ今後の目標はありますか？今後の目標はお店を広めたいというよりかは、うん、障害者の性の問題というところで、うん、もっと知ってほしいというか、うんうん、あといろんな人に知ってほしい、うん、困ってる方がいたらこういう方法もあるんだよっていう、今いろんなお店さんがあるので、うん、そう、自分に合ったお店でもうちょっと解決する方法があるんだよっていうのを、うんうんうん、いろんな人に知ってほしいなっていうので広めていきたいなっていうのが一番です。そうですね。このお仕事だけで花さんは食べていけてるんですか？ギリギリ。スタッフさんが、うん、スタッフさんをそれこそ常に雇ってないというか。あ、じゃあスタッフさんも副業的な感じでやってるんですか？お願いはしたりするんですけど、うん、まだまだお客様も少ないですし、認知もされてないので、うんうんうん、これだけでやっていけるのかって言われると、うん、難しいっていう答えです、うん、だやっぱりその性の問題に関して、まあ、知ってもらえても、うん、お客さんが知ってても、さっき言ったように家族とか、うん、まあ、ヘルパーさんとか、まあ、そういったサポートがないと自分も出かけれないし、出かけれなくても来てもらうっていう風になっても、だって家族の理解がないと、うん、結局そういうことができないっていう、まあ、2段階くらい壁が、当事者からするとね、うん、使うまでにこう壁があるから、やっぱそこは周りの理解が増えていかないと
実際その利用者さんっていうのも増えていかないと思うし、うん、障害者の性の悩みっていうのも何にも変わっていかないと思うので、うん、そうですね。家族って性の話をするってすごい、うん、多分本人も嫌だし家族も普通に親子で性の話ってそもそもしないから、ね、だからなんかそういうところをなんかこういう動画とか他でちゃんと情報を得てもらって、うん、あ家族が障害がある人だったら、うん、あこのうちの家族もこういうふうに思ってるのかな子供とかねなんか、うん、わかんない旦那さんかもしれないけど、うん、思ってるのかなって思ってもらって皆さんが理解してもらえたらいいなと思いました。なんか許しがあるんだったら利用者さんの声とか聞きたいですけどね。ああ、うん、利用してる方の、うん、なんか嘘に声かけてみます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、まあは、うん、よくば実際も私見学したい派なんですよ。なんかそういうの、お客様が許すのであれば、そういう。なんかほんとドキュメントみたいなのあるじゃないですか。ホワイトハンズの時みたいな感じで、うん、やるまでその行為に至る の、 そのさっき言った準備段階のところまで撮影して、うん、っていうその一連の流れみたいなこういう風にやるんだよっていうことをまず見せるのも多分安心すると思うので味がこうついてってその人の性癖が良ければ味はこう見学してそういう性癖の人いるじゃないですか、 なんか見られてそうですね、でしょいらっしゃいます、あの見ててあげますよみたいな、うんうん、なんかあこういう風にさしてんだなっていうのをちょっと私は知りたい派の人なので、うんうん、なんか募集したら来るかもしれないですね。そのオープンでは来れなくてもあ、ね、こっそり DM くださいって言ったらちょっとじゃあそれは花さんとちょっと連携を取りながらやってみたいと思うその代わり YouTube 出てくださいねみたいな、あ出演してください、そうそうそう、あの 見ておくんでっつってなんかでも本当にそういう感じでやっぱ知ってもらいたい、世の中の人にも知ってもらいたいし、うん、当事者の人にも、うん、まあ、こういう風な利用の仕方なんだったら自分も安心だなって思ってもらって、うん、なんかそのモヤモヤを抱え込まずに利用してほしいなと私は思います、うん、そうですね。お店の PR あのえ X しか SNS やってないんですか？ X だけ凍結したのはあれやっぱりその性のことを投稿してるから、性のことを投稿したのと、うん、田村敦史さん、うんうん、ツーショットの写真載せて、うん、で閲覧数がすごかったんですよ、もうなんか今までに自分が見たことないぐらいの、うんうんうん、それで凍結されて、多分その性は、うん、あの難しいところで見たくない方も複数いらっしゃるから、うん、あなんか報告されちゃったじゃないですか、うん、かもだからちょっといいじゃんねそんなの、自分が見なきゃいいだけなのに、そうなんですよ、だから難しいなっていう、必要な人が本当に困ってるから本当に困ってるから、うん、皆さんに知ってもらえる環境を皆さんで作ってあげてほしいなって思います、うん、はい、じゃあX は私概要欄にちゃんとリンクを貼っておきます、でホームページもリンク貼っておきますので、す、はい、使ってみたいな。あでも花さんはもうキャストされてないんですもんね。そうですね、もうしてない、はい、花さんはキャストを卒業してますので、気軽にまずはご相談っていうところからでいいですか？はい、はい、してみてくださいね。素敵な方がいっぱい在籍してくれてます。でも可愛い写真たくさん見ますけど可愛い子いっぱいいるなって思いました。そうなんです、うん、本当にそうなんです。 まずだから X フォローして、はい、自分の好みの女性をまずは見つけてください、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。また最後にご挨拶は違うんですけど、はい、いいですか？はい、はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。